はい、続いてですね、エアタイトの限定バックジップモデルのご紹介です。はい、こちらのバックジップは、タイプ名がバタフライっていうタイプ名になってます。このバタフライっていうのは通常のバックジップ、バックファスナーですね、バックファスナーの長さが30センチのファスナーを、使用してます。で、オプションでこのファスナーもカラーをチョイスすることができるんですが、色の方が3色ありまして、赤ブルー、ライトピンク、そしてパープル、この色を、チョイスすることができます。で、通常、30センチなので100センチの開口部が取れて非常に脱ぎ着しやすくて、エントリーのしやすいスーツとしては一番おすすめのスーツではないかと思います。こちらの方の色も、A ラインが右肩で、左からこう B ライン、そしてサイドの C ラインという形で色を入れることができます。でもちろん素材も、メガライト2っていう伸縮性の優れた生地を使っているので、こちらの辺も問題なく、皆さんに喜んでもらえるかと思います。下半身も変えられるんですか？はい、下半身の方はですね、ベース色7色から色を、選んでいただければ変えることができます。ちょっと今あるものっていうのはベースがブラックに対して下半身がチャコールグレーという形なんですね。こういう色の組み合わせも自由にできるので、皆さん、こういったコーディネート知らない人がいると思いますが、ぜひこういう風に使い分けていただければいいなと思います。こっちはオール3ミリですか、3ミリ2ミリですか？これはオール3ミリのタイプになります。で、3ミリ2ミリも当然できるんですけども、この脇から袖にかけてのアームホールが2ミリになった場合が3ミリ2ミリのスーツになります。あと、オール2ミリっていうのも作ることができるので、夏場にも使用できるように、このタイプはなっております。スキンは可能ですか？はい、スキンの方も可能です。で、スキンが使われる場所っていうのがちょっとジャージだとわからないんですが、このボディの部分、胸の部分ですね、胸の部分と、あと背中、はい、皆さんね、背中の部分、そして袖の部分、この上半身の部分がスキンにすることができます。まあ、スキンにするとより暖かく長くシーズン着れると思うので、より長く着たい方は、まあ、スキンの使用も、ぜひ作ってみてください。ありがとうございます。